皆さん、開始1秒ですが、クイズです。この40という数字、何を表しているのでしょうか？ヒントはこの人。立ってるだけで50日間で400万人ぐらいのお客さんがいらっしゃったから、動いたらね、もっと来るのかなみたいな、もうただそれだけ、もうただそれだけ、ただそれだけ。40をきっかけに無茶ぶり王宮川さんのもとに集いに集ったプロフェッショナルたち。しかし、まあちょっとボーディングでできる範囲そこに近づけるようにやってます。無理です、ここまでの流れを聞いた感じだと若干問題が出ているようですよ。ガンダム作るなって。おっしゃる通り、実物大ガンダムを動かすのってめちゃくちゃ難しいんです。皆さん、うすうすお気づきですね。40とはガンダム40周年の40でした。2019年はテレビ初回放送から40周年、ということで今回は多少の無茶も承知の上、初公開映像もふんだんに、実物大ガンダムを数字で振り返っていきます。そう、大変ですね。動くのかガンダム、夢への挑戦。特別編第2弾、ステイホームなガンダムビンゴ。今回も完全リモートです。0621、この数字の正体は、プロジェクトの舞台となる山下ふ頭、無茶ぶり王をはじめ主要メンバーが集まり、地鎮祭が行われた。俺のところをしばし犬の湯に輪と払い清めて、トラブルもなく式が終了。その後の打ち合わせで見つけたのがこちら、システムディレクターの吉崎さんが市販品のプラモデルを改造、CG と連動させて動くガンダムをミニチュアで実演。実際の速度と同じ程度しかこう出せないように設定をすると、 CG を早く動かそうとしても実際の速度までしかスピードが出ないようになって、とにかく打ち合わせすらかっこいい。ということで0621の正体は、2019年6月21日かっこよすぎるプロジェクトの現場が動き始めた日付でした。続いての数字は1851。動くガンダムの建設地山下ふ頭、何もない更地でまず行うのは基礎工事。この基礎工事について現場監督の日下部さんに聞いてみた。なんか立ってたんですか？そうですね、あの倉庫が立ってたみたいですね、はい、既存の杭にちょっと干渉するんじゃないかとか、うん、その辺はちょっとヒヤヒヤしましたけどね。ヒヤヒヤしながらも基礎工事は無事完了。その上に立ったのがご存知ガンダムドック。1851はガンダムドックに関する数字なんです。高さ25メートル、重さ436トン、そして使われたパーツの数がなんと1851ピース。でかい、重い、数多い。それもそのはず、ガンダムの格納庫であり、ガンダムの点検整備をする保守デッキも併設され、観覧デッキもついてくる。家であり、工場であり、アミューズメントでもある。ということで、1851はガンダムドックのパーツ数でした。34、この登場感のある音楽、並んだヘルメット、緊張するスタッフ、徹底した掃き掃除、これはあの方がやってきますね。ビップがやってきました。無茶ぶり王宮川さん、山下ふ頭へ視察に訪れた宮川さんのリアクションをじっくりご覧ください。まあ迫力間違いなく、迫力あるわ。天候とかいろいろ、頭つく日みんなで来ようよ。宮川さん分かってますか、18メートル動かすの6階建てのビル動かすの一緒ですよと、ようやく実感しました。すごい、びっくりした。想像をはるかに超えてさ、もうね、動きがどのこうのじゃなくて、もうこれだけの大きさで動いたらもうそれだけで。言葉が詰まる宮川さん、無茶ぶり王の想像をなんとか超えられた。ちなみに宮川さんがガンダムドックに登っていた時間はおよそ30分間。この30分間の間に、いやすごいな、すごいわ、すごいわと
すごいわーをなんと34回も連発。約1分に1回のペースですごいわーをいただきました。無茶ぶり王に続いてリアクション王の2冠をゲット、おめでとうございます。78、この日行われたのがカラーリングの打ち合わせ。ガンダムのカラーリングを担当するのは衣装デザイン兼演出、川原雅樹さん。今回のガンダムのカラーリングについて伺うと、川原さんのこだわりが見えてきた。青は基本ツートーンにしようかなと思ってまして、赤もツートーンで黄色もツートーン、うん、こう色が違うところでこう何かしら機能を感じたりとか、その例えばここはメンテナンス発置だと意味を持たせるとか、そういったことを表現してるっていうの、そういうストーリー感を入れたいなと思って。同じ色でもトーンを使い分ける。合計10色を用いて各パーツ細部にまでストーリー性を持たせる細かな色の演出。そしてカラーリングをチェックするのがこの人、富野義行監督。って川原さん、富野監督が来ているのにこんな道端で大丈夫なの？また怒られるんじゃない？ではやはりこう天気のいい日、外の光の中でサンプルチェックをしたかったのは、やっぱ太陽の当たり方で全然違って見えるので。なるほど、確かにこのパネルの色、太陽光が当たるとこんなに白く反射する。お客さんの視点に立って考えている川原さん、富野監督いかがですか？こんなカラーサンプル見てね、わかりません。川原さん、わからないって言われちゃいましたけど、多分もっと大きな面で見たいっていうことだと思いますけど、まあ、そのあたりは、まあ、今まで の監督いろいろご経験が終わりなんで、まあ、想像していただけたのかなと思いますけどね。今までずっと一緒にやってきた阿吽の呼吸、川原さん完璧ですね。監督昨日誕生日だったんです。あ、そうです、ごめんなさい。あ、そう、全然分かってなかった。思い出のこと言えばよかった、先言ってくださいよ。川原さん完璧まであと一歩でしたね、残念。ということで78とはカラーチェック前日にお誕生日を迎えた富野監督の年齢、78歳でした。90、この数字はガンダムの骨が仮組みされた茨城県の ICI 施設にお邪魔すると、扉でかっ、壁高っ。じっくり組み立てが進む様子をタイムラプス大好きな取材班は撮りまくり。まずはこちら、ケーブルが並べられる様子。くぅ、この数集合体たまりません。最終的にはこんな感じ。これ全部つなぐって気が遠くなりそうだな。続いては下半身フレームの取り付け。まずは左足フレーム、続いて右足フレームと取り付けていきます。ついに実際に組み上がっていくのを目の当たりにしたテクニカルディレクターの石井さんは、ねえ鈴木さん、これすごいっすね。泣きそう。ね、泣きそうね、なんかすごいっすね。いいっすね。よかった。あ、こっちにね。確かにこの瞬間はそうすごいですよね。僕もちょっとさっき泣きそうでした。いい大人たちが目をうるうるさせるほどの興奮。いろんな思いが詰まってるんだね。おっと、次の上半身フレームの取り付けが順調に進行。こうして全身の骨組みが完成した。その日数はそう90日。ということで茨城での組み立てにかかった日数でした。お疲れ様でした。続いてはエースナンバー18。もちろん答えは一つ。じゃじゃーん、実物大ガンダムの全身フレーム。ここに頭がつけばそう全長18メートル。残すところあとわずか1176。
骨だけど、ついにガンダム動かします。まだどこにも出していない初公開映像、ここまで動けたガンダム。今回お見せできるのはここまで。複数の関節を動かすテスト稼働、目の前で動いたロボに撮影スタッフも思わず、しかもちょっと早かったよね。めっちゃ早かった、めっちゃ早かったよね。あれ本番スピードあれなんですかね、めっちゃ早いと思って、うん、超興奮。ここに来るまでにテストすること1176回、ついにガンダムがここまで動きました。最後の数字は0。このゼロにはガンダムを動かすプロジェクトに関わるみんなの心からの願いが込められています。ガンダムがステイドックし始めてから1ヶ月余り、メイキング班もステイホームしておりました。ガンダムで動く姿を一日でも早く皆さんにお見せしたい。新型コロナウイルスで苦しむ人がゼロになるという祈りと願いを込めて、最後の数字は0。配信動画は一旦お休みとなりますが、動くのかガンダム夢への挑戦、本番はこれからです。メイキング動画再開のお知らせはガンダムインフォにて発表します。